今回もまたまたりんちゃんとまほちゃんのバッグの中身を紹介してもらいます。ティアラチャンネル、それがこちら。こちらじゃん、かわいい。かわいい。まほちゃんの中ではまだ冬かな。冬かな。半袖だけど ね、めっちゃ半袖だけどね、うん、冬かな。今日は寒かったもんね。チェックだから、チェックだから。ここ結構モハモハだけどね。では、りんちゃんから紹介してもらいましょう。はい、まず見た目だね。うん、かわいい。これはレピピアルマリオのリングで、うん、ここがかわいい。英語が書いてある。好きです。ここに英語が書いてます。大人っぽいね。そう。毎年行けそう。うん。はい。次、まほちゃんの外見言って。ん？まほちゃん、外見言って。はい、はい、どうぞ。と、ここになんか缶バッジつけたんですけど、これガチャ、ポンと。あ、こっちか。うん。あ、消えた消えた消えてない。あ、ほんと。これもガチャポン。あ、ガチャガチャなんだ。うん。で、チェック柄の緑と、緑じゃない。青。紺色と、灰色と、白と、赤。クリーム色。クリーム色と、赤紫っぽい感じ。で、後ろはこんな感じ。ここに、なんか中入れる。紙みたいなのね。大事な紙とか入れたりね。できる。はい。クライス好き？うん。じゃあ、もも。ももちゃん。可愛いね。では今からせーのでちゃんって出しましょう。はい、はい、まずパッカーンって開けて、はい、せーの、パッカーン、パッカーン。では1個目、せーの。なんかスクイーズ出てきました。スクイーズ、かわいい。スクイーズ出てきましたよ。スクイーズ、めっちゃ可愛い。これ買ってきてくれた。やばやばい、気持ちいい。やばい。でもう1個スクイーズある。スクイーズ食べてみます。ね、待って、まだ、ね、待って、ちょっといいですか。もうスクイーズでここ終わります。スクイーズゾーン終了。スクイーズね。おー、バナナのスクイーズ。なんかね、スクイーズ紹介みたいになってる。はい、じゃあ次。はい、最高のやつ。かわいい。かわいい。かわいい。スニーサイズヌーピー。スヌーピー。ヌーちゃんが大好きなスヌーピー。どうこれ投げ出した。1個目は、筆箱です。この動画をかけてください。3個目はお弁当袋です。はい、何それ。ティッシュ、ティッシュが入ってて、シンデレラの。へぇ、かわいい。かわいい。リップ。リップ、リップ。リップ多くない？ポーチ。それリップ。はい、ハンカチ。ひらひらのハンカチ。ハンカチかわいい。こんな感じのひらひら。それそれ。なんかね、はい、命の電気。これシンデレラじゃない？かわいい。シンデレラ。こっちもシンデレラ。これもシンデレラ。ね。かわいい。あとこれラプンツェル。で、これ子供遊園地なのに。子供遊園地。子供遊園地好き。はい、いい？4つ目、せーの。はい、財布。おしゃれな財布。財布。え、大人っぽいね。ね、大人っぽい。大人っぽいの出すね。何それ。見せていいものなのかな。見せていいものなの。これダメでしょ。見せちゃダメでしょ。見せちゃダメでしょ。カットしてください。カットお願いします。かわいい。あ、かわいい。もうある。なんかです。あとは携帯です。ひよこです。それ言いますか。ひよこです。かわいいけどね。ひよこじゃん。せーの。多分もうない。もうない。終了らしいです。ジェニーラムのお財布です。かわいい。あ、なんかちっちゃいから入れやすそうだね。コンパクトだから入れやすいです、とっても。以上です。以上です。あ、
回はりんちゃんともほちゃんのバッグの中身を紹介してもらいました。もらいました。りんちゃんのバッグの中身はとってもピンクで統一していて、女の子らしくて女子力高くてとっても可愛かったです。確かにね、もほちゃんまほちゃんは半分以上おもちゃだね。まだでも赤ちゃんだね。赤ちゃんではないね。でもだってスクイーズなんて気持ちかったね。気持ちかったね。スクイーズの紹介じゃないから。